コントルダンス、カントリーダンスコントルタンズ、カンタートンズ、音楽17世紀から18世紀にかけてヨーロッパ大陸で流行した部曲の一つ。17世紀末にフランス宮廷に紹介された。イギリスのカントリーダンスを起源とし、男女がグループになって対面して踊るため、日本語ではタイ部曲などとも訳される。一部の音楽解説書には、 伝園部局と訳されている場合もあるが、これは元のカントリーダンスをイギリスの伝園地帯で農民によって踊られた民族舞踊と解釈したためである。しかし、17世紀のカントリーダンスはすでにイギリスの農民以外の階層でも踊られたため、このわけは一面的な解釈であると言わざるを得ない。楽曲はほとんどが急速な二拍子系で、 八小節周期の反復を特徴とする。ただし、口述する通り、コントルダンスは、他の部曲のステップが取り入れられることがあるため、メヌエットのような三拍子系の曲も存在する。舞踊男女のペアが、順番にパートナーを交換していき、グループの全員に当たるようにする、集団舞踊である。踊る順序は、身分の高いものから順番に踊っていくのが、通例である。 例えば、宮廷舞踏会では、王と王妃が最初に踊り、次に王子と王女、そして身分の高い貴族へと続いていく。上記のように、コントルダンスは、踊りの形態を指すものであり、メヌエットのような他の部曲のように、決められたステップが存在するわけではない。コントルダンスは、例えばガボットやメヌエット等の部曲のステップによって、踊られる。つまり、コントルダンスは、 メヌエット等と比べ、より講義の意味の部曲であると解釈することができる。コントルダンスの中の部曲、モーツァルトの2つのカドリーユ K463 は、第1曲がメヌエットになっている。また、モーツァルトの4つのコントルダンス K101 は、第1曲がガボットになっており、曲の中にガボットのステップで踊ることができる箇所が複数見られる。 フランスで発展した四角形のフィギュアを形成するものは、後に、カドリーユと呼ばれるようになる。などがある。特にモーツァルトはダンスが好きなことでも知られ、ザルツブルクやビーンで開催された、家庭舞踏会に踊り手として参加している。また、彼は、数多くのメヌエットドイツ部曲、コントロダンスを作曲している。 コントロダンスではいくつかの作品に作曲者自身が表題をつけているのが特徴である。ありがとうございます。